西戸明子のコミュニケーションアカデミーへようこそ。このポッドキャストでは毎日のコミュニケーションに生かしていただけるヒントをお届けしています。今日もぜひ実践してみてくださいね。さあ、今日は話を伝わりにくくしてしまう癖についてお話ししています。中でも女性に特有の癖っていうのがあるんですね。女性の方必聴です。その前にお知らせです。10月7日土曜日、名古屋でワンデースピーチセミナーを開催します。1日限定、6人限定、少人数で学ぶスピーチセミナー。1日に2回スピーチをやってもらうんですね。そうすると1回目と2回目の間にトレーニングやアドバイスをさせていただくだけでガラッと変わっちゃうんですよ。本当にガラッって音がするぐらい変わっちゃいます。その模様につきましては YouTube にもアップしていますので、よかったらご覧ください。10月7日名古屋でワンデースピーチセミナー、残席少なくなってきております。アーカイブやオンラインでも学べます。詳しくは西戸明子コミュニケーションアカデミーのホームページをどうぞご覧ください。それでは今日のコミュニケーションのヒント、いってみよう。今日のテーマは話し方の癖です。話し方の癖って本当にいろいろあってですね、それが絶対問題かっていうと必ずしもそんなことはありません。それがちょっとこう個性としてね、その人を覚えてもらったり印象付けたりするのにすごくこう役立ってる効果的な場合もあるんですよね。だから癖は絶対にやめなきゃいけないというわけではないんですけれども、癖の問題点はどこにあるかっていうとね、繰り返しますよね、癖って。無意識のうちに、それで繰り返すってことは人の印象に残りやすいっていうことなんです。それで伝えたいことを繰り返すのであればいいんですけれども、癖っていうのはなんせ無意識にねやっちゃってしまうこと、必要がないのに繰り返してしまうこと、でも繰り返しちゃったからそれが相手には印象に残ってしまうということで、うわ、伝えたいのは、印象に残ってほしいのはそこじゃなかったのよというところが問題になりがちなんですね。そこでまずは自分の癖に気づくっていうところから始めてみるといいと思います。それで今日は女性に特有の癖についてご紹介しますね。女性というのはですね、やっぱりこう男性と比べると首の力が弱いんだと思うんですね。それで話をするときに、私はこんな風にって、これ、音声だけで聞いてくださってる方は分かりにくいと思うんですけれども、首をですね左右のどちらかに傾けて話をするっていう癖、これね時折見られます。しかもこの首をかしげるとですね、私はというふうにその言葉がアクセントがついて伸びるんですね、長く。だから、私はっていうのと私はっていうのでは全然聞こえ方が違いますよね。ちょっと子供っぽく聞こえてしまいます。ですから自分が話をするときにこう首をね横にかしげる癖があるかどうか、ちょっと確認してみてほしいと思います。あとはですね、これは女性特有というよりは女性に多い癖なんですが、何かというとね、うなずく癖です。相手の話を聞きながら今度は横じゃなくって縦に首を振るんですね。そうするとちょっと今度は語尾の伸び方が違うと思います。そうなんですよ、今度は首を横にかしげた時のように長く伸びたりはしないんですけど今度は縦にブツブツと切れる感じがしますね。はい、やっぱりこれも首にまつわることだと思います。縦にこうフレーズの終わりで首をね振りながら喋ってしまう。あとこれは女性だけではなく、人の話を聞くお仕事をされている方、カウンセラーさんなどにも結構多いかもしれません。相手のお話を聞くときにはね、こうやってうなずきながら聞いてもいいんですけれども、話すときにはね、こううなずくのは相手です。聞いてくれてる相手、話す自分じゃなくって、
でもいつも聞き役に徹してるとつい話す時にも、縦に首を振ってうなずきながら喋ってしまうことって結構あるんですよね。というわけで、女性の皆さん、そして人の話を聞くお仕事をされている方、聞く役割でいる時間が長いという方、自分が首を横にかしげたり縦に振ったりする癖がないか、ちょっと確認してみてください。今日も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子コミュニケーションアカデミーでは現在マスタークラス3期生を募集しています。仲間と一緒に楽しく深く本気で情熱的に学ぶ、話す聞くのコミュニケーションマスタークラス、人生が変わる人続出中です。まずは無料説明会にご参加ください。詳しくは西戸明子コミュニケーションアカデミーホームページをご覧くださいね。それではまたお会いしましょう。西戸明子でした。